ドスコイ3、2、1の策ためになるなるなるの海。おお、ドスコイ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 大運動会。ほら、はい、ということで今回私たちはお相撲さんみたいなこんな格好になっております。ドスコイ、お相撲さんみたいな格好じゃない、私は今部屋からやってきた。え、ちゃんこをたくさん食べてきた。え、なんで部屋から出てきた、ただちゃんこ鍋を食べて太った人、ちゃんこを食べてきたってことあの人。ということで今回はドスコイ大運動会をしていこうと思う。うん、これに勝てたら横綱に昇格します。それは負けてられないな。それでは早速いきたいと思う。第1試合目、手押し相撲。うわー、ドスコイドスコイ。あ、前で前でだな。狭い。いっぱいいっぱいだな。手押し相撲は皆さんのご存知の通り、手だけで押して、ここの輪から出たり足が動いたりしたらアウトでございます。オッケー、おい、残った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 、おお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 おやめろって言ったらな、海の試験だからって言ってくるないと思うんだよ。それでは第2試合に行きたいと思う。第2試合目、綱引き。おーい、やっぱり力勝負って言ったら綱引きだな。よーどん、はい、の勝ち。大丈夫か？ありがとう。第3試合、徒競走。おお、徒競走。でも走るの苦手かも。ルールはこの線からスタートして向こうタッチして早く帰ってこれた方が勝ち。だが10回ぐるぐるマットをしてからスタート。相撲で鍛えた。相撲って三半規管いるかな。よう、たっ、前が見えない。一のサッコ、ドスコイ。疲れてないか私。俺もう勝負ついちゃったんじゃないの。でも第4試合は私にも勝ち目がある。それでは第4試合に行ってみよう。第4試合、これが最終試合になります。おダンス。なるほど、ダンスね。やっぱりエンターテインメントはすごく大事。今回行司さんに面白かったとかキレが良かったとか、まあ、行司さんの印象に残った方をにポイントを与えてもらうんです。それではまず1曲目、ガンバイドリーマー。おー、それではミュージックドスコイ。
イッチーはミスが多くで、ナルは動きが大きくて表現が豊か。なるほど。それでは2曲目はフリップでドリーミージャンプ。それはかなりハードな楽曲じゃないか。ちなみに90秒テレビサイズバージョンでいいのか、これで踊って。サンリオさん的に。それではミュージックどすこい。稽古に励んだのであった。めでたしめでたし。4月9日から2021年サンリオキャラクター大賞が始まりました。こちらは5月24日まで誰でもウェブやショップでキャラクター投票をすることができます。みんなの力でミュークグドリーミーのミュウちゃんを少しでも上位に。一緒に応援よろしくお願いします。いちなぐ TV を見てくれてありがとう。チャンネル登録や高評価、コメントもよろしくね。 Twitter や Instagram もやってるので、ぜひフォローしてね。それじゃあ次回までごきげんよう。